餌くれる進撃の巨人みたいに全員逃げてくみたいな。たまに来てくれるともうギュッ。大丈夫。すいません。めっちゃ見てる。やめっちゃ見てるママのこと。ね、やばい。皆さんこんにちは。ボーっと女子バナ日和です。今回もある共通点を持った女子レーサーたちが集まって楽しい女子バナをお届けしていきます。それでは早速今回女子バナに登場してくれる皆さんご紹介しましょう。初登場となります香川もと子選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いても女子バナ初登場となる方、原田由美選手です。お願いします。さらに女子バナ3回目の出演となるこの方です。大橋ルーリカ選手です。お願いします。よろしくお願いいたします。あの大橋選手はですね、今回で3回目、これはですね倉持リリ選手と並んで最多タイの出演なんですよ。めっちゃ出てますね。なんか毎回違う内容なので全然新鮮味があります。まあ、皆さんは支部も木も違いますけれども交流ってあるんですか？ゆみちゃんとはご飯行ったりとかもするんですけど、はい、ええ、わしさんは本当にレース場で猫の部屋猫の部屋どうするか相談とか今何匹になったとか。あ、そうそうそう。ボーっと女子バナ日和。大丈夫ですか？じゃあテーマ発表、テーマ発表いきますね。はい、にゃんとも素敵、猫が大好きな女子バナです。あの3選手ともね、可愛い猫ちゃんと一緒に生活を共にしていると思いますので、猫ちゃんの紹介をねお一人ずつしていただきたいんですけれども、ではまずは香川選手から。ボルトです。ハチワレです。綺麗ハチワレ。なんか見てる。で、初めにその猫ちゃんを飼うことになった理由って何だったんですか？うちの子が親にも多分見捨てられて、うん、ちっちゃくなってた子を拾ってきて、はい、うん、で そっからです。はい、後ろにも猫ちゃんたくさんいらっしゃって、合計で、はい、何匹飼われてらっしゃるんですか？今12匹います。12匹ですか？すごい。ここ3。あ、3います。ちょっと黒猫ちゃんの後ろに隠れてる。なんかキャットタワーですか？もうかなりおしゃれですね、色鮮やかで。あ、これふるさと納税。あ、すごい。ふるさと納税あるんですね。黄色の爪とぎも、はい、常滑のふるさと納税。欲しい。毎年増えるみたいなね。その他の猫ちゃんですね、お写真をお借りしているので、みんなで一緒に見ていきましょうか。かわいい。かわいい。かぐやちゃんが、はい、一番最初に来た。そうです。その日向選手が拾ってきたっていう子。そう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 。真っ黒。黒猫ちゃんが 1,2,3,4,5匹。かわいい、真っ黒ばっかり。あの香川選手、その12匹の猫ちゃんの中でこの子が一番人懐っこいな、もしくは好奇心旺盛だなみたいな子ははっきりしてるんですか？あ、いや、もう本当うちのボスのボルちゃんがもう誰でも触らせてくれるし、膝も乗ってくれるし、あ、ほらモフモフ、あ、モフモフ、あ、尻尾の先写真写ってた子ですか？うん、手前の。そう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 。これモフちゃんです。モフモフだからモフちゃん。あ、モフちゃん。はい。では続いてですね、原田選手の猫ちゃんについても伺いたいんですけれども、はい、かわいい。かわいい。グレーのグレちゃん。はい、そう、そうです、そのままです。グレー色だからです。あ、そういうことなんですね。いっぱいいると名前が単純になっていく。そっかそっか。で、原田選手もね、あの写真お借りしておりますので、その他の猫ちゃんも見ていきましょうか。これはご飯前に。あ、ご飯前か。
そうです、お母さんが撮ってくれました。ご飯じゃないと集まんない。そう、集まんないです。めちゃくちゃ共感してますね。香川さんとこと似てる、ボルちゃん。うん、似てるね。ボルちゃんと似てる。ボルちゃん、ボルちゃん。ピヤーオーだね。ちゃんと返事します。ボルちゃん、ボルちゃんで。すごいですね、呼んでくる。お利口さん、似てる似てる。ごめんね、ボルちゃん、ごめんごめん、ちょっとね、ファンの皆さんに見せられないなと思ってね。めっちゃ見てる、めっちゃ見てるママのこと。ね、やばい、かわいい。香川選手、これはどういう表情なのかな。ちょっとやめてくれよって感じですか。ちょっとやめてよみたいな。おわし選手の猫ちゃんもご紹介いただきましょうか。はい、じゃあうちのボス猫です。お、かわいい。ボスっぽい、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 ボスっぽいって。 7.5 キロぐらい。 7.5 キロ、結構大きいですね。タヌキみたいです。タヌキちゃんみたい。あ、嫌がってる、嫌がってる。お、あ、女いける。これは嫌がってる声ですか。嫌がってます。あら、ごめんね。あ、すいません、申し訳ございません。怒っております。あ、すいません。じゃあ、はい、あの良きところで、はい、あの話していただいても構いませんけれども、大橋選手は一番最初に猫ちゃんを飼うことになったあのきっかけっていうのを聞かせてください。もともと猫大好きだったんですけど、マンション住んでたところからお母さんが建てた一軒家にこう引っ越したので、でちょっと2人だったんで寂しいなってなって、はい、うん、さっきの M ちゃんを連れてきました。あ、 M ちゃんがじゃあ初めて、一匹目です。そうなんですね。はい、いや、あのね、それからどん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 猫ちゃんが増えていき10匹です。10匹はい。ではですね、その他の猫ちゃんお写真がありますね、大橋選手。はい、いや、かわいい、かわいい。自分でこうやってしてます。あ、腕枕セルフで。腕枕か。洗濯機の上ですね。洗濯機の上、乾燥すると、はい、暖かくなるじゃないですか、洗濯機が。そっか、あ、それで、はい、暖かいとこ好きで、あ、でくつろいでるんだ。性格も全然違くて、でもやっぱり最初に来た子の方が懐っこいです、人に。そうなんですね。うん、うん、なんか後から来た子はなんか猫がやっぱいっぱいいる中に入ってきたから、はい、あんまり人に執着なくて、あ、結構プイってする子が多いです。そうか、もうなんか猫社会に生きてるって感じなのかもしれないですね。はい、全然相手してくれないです。あ、分かる分かる。そうですよね。もうシャーシャー言う保護猫ちゃんだけが残ってるから、はい、本当にもう猫社会の中に来る進撃の巨人みたいな。餌くれる、餌くれる進撃の巨人みたいな。全員逃げていくみたいな。怖くて。猫ちゃんを飼ってよかったなと思うところも聞きたいです。大橋選手からいかがですか。やっぱりあの癒しですね。もうレース場はいつも早く帰りたい。あーもんだ。入った入って。なんか写真なんか持ってたりとかあるんですかね。どうなんですかね。同期にもらったんですけど、うちの猫の顔写真のパジャマのズボンとか、うん、あ、今作れますもんね。うん、はいはいはい、そうなんです。宿舎のものとかもう猫グッズだね。なんですかね、猫柄とか。ついつい猫柄 見ちゃうと買っちゃうんで。うんうんうん、何でも猫柄になっちゃいます。すごい見ちゃいますね。買って帰っちゃいます。まだグッズは作られてないですか、原田選手は。私は作ってないですね。みんなでね、30匹の写真を。お前や。面白いですね。作ったらいいかもしれないですね。これをね、気にね。で、原田選手は猫ちゃんに対してはどんな感情ですか。やっぱり癒しっていう部分が大きいですか。そうですね、一番大きいですね。うん、そっか、うん、あのツンデレ加減が好きです、私。ああ、ちょっと来てくれた時の可愛さ。来たーみたいなね。普段来ないのに来たーみたいなね。そう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 。わ
大丈夫ですか、あのすいません、あの大橋選手のカメラにトラブルが発生しました。ちょっと猫ちゃんが激突したか、大丈夫ですか、はい、はい、イヤホンつけ直してね、すいませんでした、はい、すいません。あの猫好きの方と犬好きの方で性格って分かれると思いますか、大橋選手。どうなんでしょう。自分はなんかこう釣り目だし、なんか猫っぽいって言われますけど。猫ちゃんっぽいって、はい、分かんないです。分かる方いますか、川川選手、原田選手いかがでしょうか。でも犬派はの方がちゃんとしてるイメージ。ちゃんとしてる。毎日そうなんだ。なんかこう毎日ちゃんとほら同じ時間に散歩行ったりしてなんかやる、はいはい、でも猫やったら別に、はい、なんかほっとけばいいじゃないけど。あ、そう、飼いやすいですもんね。猫ってここが素晴らしい猫好きアピール大会でーす、はい、視聴者の皆様はちょっと私たちの変化にお気づきでしょうか。大丈夫そうですか。いやもうアラフィフなんだけどね。ありがとうございます。あの猫耳をねつけていただいて、ここからのコーナーはお届けしようということになっております。このテーマではあの猫ちゃんのここが好きでたまらないとか、こんな仕草が大好きという部分を言っていただいて、猫の可愛さを視聴者の皆様にアピールしていただこうという時間です。で、他のレーサーの皆さんは共感できると思ったら手元に丸と×出せる札があると思うんですけれども、共感できる人は丸みたいな、うん、それはちょっと共感できないなって言ったら×を出してもらえればと思います。香川選手から伺いたいんですが、ボルちゃんなんですけど、はい、テレビ見てんねんけどずっと顔見てるんですよ、ボルちゃんは。でなんかもう CM とかなってこうボルちゃん見て、はい、ボルちゃんって言ったらにゃーって言って、もうそのなんか繰り返し、かわいい、かわいい、かわいいでしょ。さっきも熱烈な視線送ってましたもんね。そう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 、ボルちゃん、ボルちゃん、あ、ニューだって、あ、今反応しましたね。いやすごい、お返事してましたよ。ね、ってことはね、ボルちゃんは甘え上手ってことですね。大橋選手はどうですか、私の猫ちゃんこういう時甘え上手だなっていうのは。自分の車が家に着いた時に、はい、もう待ってる、なんだろう、家の中から。え、そうなんですか。早く帰ってきてみたいな感じで待ってます。あらまあ。ねえ、かわいい。家帰って部屋入ってきたらもう、はい、スリスリされてもう毛だらけになるのがいつものオチです。原田選手はその甘えられて嬉しいみたいなエピソードありますか、甘え上手だなと思ったこと、猫ちゃんが。いやもうさっきのグレちゃんもそうですし、人慣れしてる猫ちゃんはもうみんなスリスリしてきます。もう足元やら泣きながらニャー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 言いながら、ちょっとこう気分が下がってる時とか落ち込んでる時って察知して寄ってきたりってもあるんですかね。感じるんですかね、来たりします。へー、そういう時に来てくれるとどうですか、気持ちは。でもほとんど来ないですけど。こんなんかい。たまに来てくれるともうギュッ、抱きしめちゃう。そのたまにがいいのかもしれないですね。そこがまた可愛いんですよね。ではですね、あの最後ですね、大橋選手の猫ちゃんのここが好きでたまらないっていうとこ教えてください。うち賢いニャンコがいて、はい、ドアをあの押すやつも引くやつも開けれます。すごいすごい、押す引く両方できる。こうジャンプしてこう押すのとなんかこうして、それはすごい。だからまあストッパーとかいっぱい、はい、つけてるんですけど、ドアノブに。こういった行動は香川選手、原田選手の猫ちゃんたちはしますか。あ、まる、あ、まる、あ、それだ。やっぱりそういうところで賢いなっていう風に原田選手感じますか。そうですね、うちもこのスライド式なんですけど、開けてきちゃうんで。おっとドアを一生懸命。そうです、これ子供がお風呂入ろうとしてなら中に入りたくて
うわすごいすごい、はい、上手なんで結構つっかい棒で止めてます、うん、止めてじゃあ香川選手もこういったシーンはお家の猫ちゃん見られる。ゴミ箱もカチッてやったらパカッて開くんやけど、ええ、そのカチも覚えて、はい、ゴミ箱開けて、はい、チュールのこの殻のなんかあれをひたすらしゃぶってるとか、わかりますわかるすごいんだけどってなる。これはねあのうなずきが見られましたけれども共感できますか。共感できます。できますか。丸原田選手は違う共感できない。そこまでしないしないです、はい、そこまでしないです。でもまたそういうところも可愛いなって思うじゃないですか香川選手。いやもう朝ははぁって思うけどねやめてくれみたいな。いやもうないやろみたいな。猫っぽい女子レーサー決定戦です。拍手で、このコーナーはですねボートレーサー界きっての猫好きな皆さんに性格や行動が猫っぽい女子レーサーを挙げていただいてちょっと一人ねピックアップしていただこうかなというところなんですけれども、今パッと思い浮かぶレーサーいますか。こう猫っぽい一つ目はその性格部門なんですけれども、例えばツンデレとか甘え上手とかそういうところが光ってるレーサーっていますか。どうですか大橋選手パッと思い浮かびます。ツンデレ、うん、誰だろう。誰でしょうね。ツンとデレをうまく使い分けてる。そうツンとデレ女子レーサー。あえかけてるの香川さん。あ今なんか書いてくれてます。いやいやごめんごめんボルちゃんさ撫でてた。なんで今めっちゃ書いてる。ボルちゃん撫でてた。書いてないごめん。えあゆさんとかどうですか。あ違います。わかる。なんか自分はこうクールっぽいけど喋ったらすごいフレンドリーにしてくれるので、うんうんうん、そのギャップ、うんうんうん、どうですか、うんうんうん、犬飼ってるイメージが強すぎて。あ犬かあ確かに。あやっちゃんとかは。やっちゃんとか、うん、あはい宇野さんとか、うんうんうん、インタビューとかクールなのに、うんうんうん、あ確かにみたいな。じゃあここは宇野弥生選手ということでいいですかはい。ああそうですね意見はまとまりましたでしょうかでは猫っぽい女子レーサー決定戦の性格部門は宇野弥生選手に決まりました、はい、宇野選手見てますか見てるかな見てなさそうすいません勝手に、はい、では続いてですねもう一つあのレース部門。猫のように身のこなしが素早いまたバランス感覚がいいというレーサーこちらはいかがでしょうか。それで今井美彩ちゃんかなと思ったんですけど。あカララ柔らかいし、うんうんうん、謎に動き早かったりするから確かに、うん、ぴったりおぴったりこれすぐ決まりましたねペラ叩く姿もちょっと独特すぎて待ってどういう感じですか。その体勢もちょっと変わったしんどくないっていう体勢で叩いたりするから確かになんかすごいこうなんか電子レってますよね。そうですね。そうそうすごいなんかこうこうすごいそう。そんな感じ頭をこう下げてなんかこうなんかねめっちゃねじれてるんですよ。ねじれてるの。ではあのレース部門は今井美彩選手に決定ということで今井選手おめでとうございます。おめでとうございます。勝手に決定させていただきました。あの今回宇野弥生選手そして今井美彩選手をピックアップしました。皆さんもぜひ船券作成の参考になさってください参考になるんですかねではここでですね香川選手が行っている保護猫活動についてのお話も伺いたいなというふうに思うんですけれども、その保護猫の活動を始めようと思ったきっかけっていうのはどうだったんですか。いやもう本当に家の前に親猫ちゃんが子猫ちゃん連れて餌もらいに急にやってきてて、はい、そしたらまた次の年ぐらいにまた親猫ちゃんが子供連れてきて、はい、だからもう一生終わらんやんかと思って、うん、で始めました、はい、
捕獲のタイミングっていうのはね、なかなかこう時間も要するものなのかなというふうには思うんですが、その辺どうですか？そう、子猫ちゃんは結構すぐ捕まえれるけど、親猫ちゃんが捕獲器に入っても逃げられたりとか、餌だけ持ってかれたりとか結構あるんで、そうだからなかなか難しいですよね。大変なこととか、逆にすごくこうやりがいあるよ、よかったよなんていうところも教えてもらえますか？もらってくれた方が写真とか送ってくれるから、それでなんか幸せそうだなと思ったら嬉しいし、はい、で今の活動の映像を見て原田選手はいかがですか？やってくれる人がいるからこそ、はい、子猫ちゃんたちも幸せになれるし、なかなか、ね、いないですもんね、こうやってやってくれる人は。大橋選手もどうですか？すごいこの活動をされてたの香川さんをすごい尊敬してますありがとう皆さんがボートレーサーを目指したきっかけを聞いていきますね。大橋選手は以前お聞きしておりますので簡単で構いません。では大橋選手からお願いします。はい、中学2年生の時に、若松であったレディスチャンピオンを実際に見てなりたいなと思いました。はい、で原田選手はどういったきっかけでレーサーに？私は中学2年生ぐらいの時に常滑ボートレース場に連れてってもらったのがきっかけです。その時レース見てどんな気持ちでした？もう単純にかっこよかったです。さあそして香川選手はいかがですか？私はお父さんが田中慎一郎さんのお父さんとお友達だったんで、なんか車買ってもらってんてみたいな、なーみたいな、俺も欲しいなみたいな、お前も受けたなみたいな、そういう感じでした。それこそお父さんね、香川選手がレーサーになられてテンション上がったんじゃないですか？テンション上がってました上がってました、はいはい、にゃんとも熱い私のレースということで、最近のレースの中でにゃんこにもぜひ見てもらいたいというレースをね、一つずつ見ていきましょう。まずは大橋選手からなんですけれども、普通休みで2ヶ月休んでて、ちょっと練習も全く行けず、ぶっつけ本番で行った説で。そうだったんですか？はい、そんな中頑張ったなって思ったレースです今年の1月9日ボートレースナルトですね、2日目の9レースの特勝です。ここは男女混合戦で大橋選手2号艇2コースからです。こう1点でしたね、ここは。で、はい、1マークは差しに構えて、ここバック前に出ますね。はい、でもすっごい追われちゃうんですよな、ずっと1号艇のたるみ選手に追われているとはい、たるみくんにずっと追われちゃうんですよで、ここ2マーク回ってここでちょっと、はい、油断したら次のマークも大変なことになっちゃって次の石打ちマークもちょっと要注目ですね。危なかったです。このままねって思ったんですけど、おっとおっと、はい、おっとここでやっぱり2ヶ月ってすごい体もやっぱ感覚も落ちるなって感じて、必死だったのを覚えてます、はい、このレース。でここで設定今度2周2マークってはい、耐えました付き合いましたあら、もうプルプルでした足が。そんな中でもやはり勝てたっていうのは自信にはなったんでしょうか？はい、やっぱ嬉しかったですし、刺激ももっと自分も速いターンしなきゃなって思いました。では続いて原田由美選手のレースはこれいつですか？はい、2024年今年の2月3日の小島原田選手は3号艇3コースです。向かい風が4メートルほど吹く中での戦いとなりました。さあ原田選手、ここ1マークは差しに構えます。4がまくり出して入ってきたんですが、
さあこの時のレースって覚えてますか？はい、先に回れるんだと思ってでここ回ってそうです、はい、2マークで先に回って、記憶を引っ張り出していただいて、今香川選手も微笑みながらレースを見ていますけれども、ね、この開催一緒に出られてましたもんね。そうです、はい、うんうん、いやまさか先に回れるとは思わなかったので、うん、よかったなっていう、はい、ではあの香川選手ですね、レース見ていきたいと思うんですが、香川選手のレースは同じく小島ですね、はい、はいはい、今年の2月2日 G3 オールレディースです。向かい風2メートルといったコンディションでした、はい、香川選手は5号艇5コースです。さあ1マーク注目で、はい、3が攻めていたところ2と4の間をまくり刺してバックいきました。ここまくり刺し入った瞬間はどうでしたか？え、なんか空いてると思って空いてるんですすんなりスッと入れたんで、はい、よかったです。うん、根橋選手はね、このレースをご覧になってどうですか？めっちゃ教えてもらいたいです。教えてもらいたい、はい、まくり出しもう綺麗な、これの後もなんか若い子になんかどうやってやるんですかとか聞かれたけど、はい、え結局、うん、いやよくわからんけど入ってたっていうよくわからんけどか、そうか、なんか気づいたら入ってたみたいな最後にボートレーサーとしての今後の抱負、またファンの皆様へメッセージをいただきたいと思います。それでは大橋選手からお願いします。去年年末にフライングをしてしまってチャレンジカップ出れなかったので、今年はフライングをしないように気をつけて年末のチャレンジカップ出れるように頑張りたいと思っているので、応援してください。頑張ります。はい、応援しておりますありがとうございます、はい、では続いて原田選手。最近ずっと事故が多くてあまり走れてもないんで、今年はあのフライング事故もあんまりせずに一緒でも多く走ってたくさん前を走れるように頑張ります。応援してください。頑張ってください。ではラストは香川選手に締めていただきましょう。毎年目標はフライングしないなんですけど、またもうフライング、もう次行ったらフライング休みなんで、はい、はい、とりあえず、はい、フライングしないように今年も一生懸命走ります。応援してください。はい、皆さん頑張ってください。今後もたくさんの活躍期待しております。ぜひね、ご覧になった方にチャンネル登録と高評価をお願いしたいと思います。それでは今日を代表しまして、ここは大橋瑠璃花選手にコメントをお願いしたいと思います。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ナイススマイルいただきましたボート女子バナビよりはボートキャストでもご覧いただけます。詳しくはボートキャストで検索してください。